答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、子育て教育の阿部です。本日のテーマはですね、落ち着きがない子、まあ例えばちょっとこう発達に偏りがあるかなとか、まあ ADHD さんかなとか、ほんと個性の一つなんですけどね、なんかそういうお友達を伸ばすコツ、やり方をお伝えできればと思います。まあ、この動画をご覧いただくと、いやなんか個性強いなとか、いつも落ち着いてなくて話聞かないし、ああもうイライラするなって気持ちが解消されて、その子ならではの長所、強みをどんどん伸ばせるようになるんで、もうぜひ楽しみにご覧ください。このチャンネルはですね、お母さん、お父さん、保育士、指導者の方向けの子どもの才能開発だったり、長所、進展、可能性開発をしていくような動画になっております。ぜひよろしければチャンネル登録の方お願いします。では今日のメインテーマですね、落ち着きがない子、もう誰だろう、我が子、思いつく人いるんじゃないでしょうか。なんか落ち着きがない子といえば失敗も多いし、話聞いてなくて、で多動だったり、まあ、ADHD さんだとしたら、僕はもう本当にね、個性の一つと思ってるんですけど、やっぱりこう注意疾患か多動かどっちかがあるわけですね。情動を抑えられなかったり、その時のですね、ポイントは一つです。一つです。これは単なる経験値じゃないですよ。脳科学的にも認められてます。一ついきますね。ストップ&ゴー、これです。ストップ&ゴー。え、何の話ですか。ちょっとね、困った人もいるんじゃないかなと思うんですけど、あのですね、結局脳みその前頭野っていうところがあるんですけど、前頭前野ですね、前頭前野、ここに感情を司るところがあるんですけど、実は運動のストップ&ゴーをする場所と感情をコントロールする場所が一緒だって言われてます。ちょっと間違ったらすみません、確か46番野だと思うんですけど、前頭前野46番野だったと思うんですけど、一緒なんですよ。つまり落ち着きがない子って、例えばあ、やめなきゃいけないってものをやってしまったり、並ばなきゃいけないけど並べなかったり、お話聞かなきゃいけないけど聞かなかったり、感情コントロールなんですよね。感情コントロール。でもあなた、あと親御さんもそうかもしれないし、指導者の方もそうかもしれないんですけど、ねえねえ、今はお話聞こうね、お約束したでしょ、そんな攻め方します。なかなかうまくいかないですね、お約束だけでは。遠回りなようでテクニックなんですけど、運動面からやるといいんです。運動面でストップとスタートを繰り返す遊びってありますよね。例えばだるまさんが転んだ、あれストップ、だるまさんが転んだ、あれってすごくスタートとストップとゴーが自分の意思では決められないけどやるじゃないですか。この時に動きたいけど止まんなきゃ、脳みそ鍛えられてるんですね。これ本当に実際脳科学的にも認められてて、あのゴー、脳ゴー実験っていうのを調べていただくとネットでも出てくるんでね、本当に感情コントロールで運動面で開発するってことが言われてます。でも、ね、よく考えてください。ストップ&ゴーを繰り返す遊びってほとんどのスポーツそうですよ。例えばリトミックもそうですよね、サッカーもそうですよね。攻めてったけどボール取られた、ああ止まんなきゃ、走って決めたけど止まんなきゃ、戻れ戻れ、ああまた戻って止まんなきゃ、ストップ&ゴーがたくさんあるんです。だから感情面がコントロールできないお友達ほどこういう遊びたくさんした方がいいんですね。で、少し難しくなっちゃうんですけど、脳みそって結局ですね、興奮エンジンと抑制ブレーキ2つしかないんです。なんかやりたいとか止まりたいとか、簡単に言うとですよ、簡単に言うと。で、このですね、興奮のことをエンジンと捉えて、抑制のことをブレーキ、まあこれが我慢したりすることですよね、っていうふうに捉えたりするんですけど、結局これ大事なのは、エンジンが強ければ強いほどブレーキの性能も上がるんです。なぜ？フェラーリのブレーキと軽自動車のブレーキって性能全然違いますよ。だって軽自動車多分出ても140キロ、50キロ。フェラーリって何キロ出るんですか ?200キロぐらい出るんですかね。ってなったらブレーキの性能も変わるじゃないですか。つまり我慢力高めたかったら、こっちのエンジン、つまり興奮させること。何がいいですか？僕はやっぱ運動面が。まあ運動の先生っていうのもあるんですけど、運動じゃなくてもいいんですよ。自然の中でたくさん遊ぶのも一応
あの運動の中の一部なんで。でそういうことをたくさんやっていくと逆にブレーキも絶対つくんです。だって興奮しっぱなしだったら人は死んじゃいますからね。だってもううわーってなって道端走ってドカーンって引かれちゃうじゃないですか。あ、止まんなきゃ止まんなきゃなってきますから、ブレーキも勝手に磨かれます。その時にやっぱりいいのは運動面なんで、ほぼどんな運動でもストップ&ゴーっていうのがいきますから、ぜひねそういうので試していただくと、遠回りですよ、その場ですぐできることではないです。でもね、その場ですぐできるテクニックってなかなか本質じゃないんで、なかなか根本解決しないです。でもこれ根本から解決してきますから、ぜひ遠回りのようですけど試してみてください。だって運動能力も上がってきますし、体力もつきますし、お友達もできますし、いいことだらけだと思います。本日の動画でした。ありがとうございました。